皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、2020年の6月の6日土曜日ですね。サダデーで、えー、でもまだ午前中なんです。えっ、ー、と、今日は、昨日はですね。今日は昨日ですね。えっ、ー、と、井上レイがジュースジュースの歌をシャ、えープロにえっと、この企画ですね。ジュースジュースのチャンネルですよ。YouTube チャンネル。えっ、ー、と、そこで、えー、お届けしていただいたこのバージョンの解説ということで、 えと説明してまいりましょう。えっ、ー、とね、私が言う前に抱きしめなきゃねの、このレイレイソロバージョンということですね。こちらの速攻解説という形でお届けしていきたいと思っております。国のチャンネルいつもですけども、こんな速攻解説もいつもいつもというか突発的にありますんで、ぜひチャンネル登録をお願いできて付き合いいただけたら僕も嬉しく思います。でなん感じです。じゃあ早速いっちゃいましょうか。えっ、ー、とね、 2013年ですね、ジュースジュースのデビュー曲ですよ。これをレイレイが最終的に分身しながら歌うわけですけど、ね、本日はこの内容を今回も3つのテーマに分けてお届けしていこうということでございます。もう、すごい聴きました。聴いていたら過去のジュースとかも見出しちゃって、久々にもうジュースジュースで数時間使ってます。ねまあでも楽しいから大好きだからいいですけど。 ちょょっと前き長くなりましたいきまししたうでどんな3つかというと1つ目は、えー、と撮影状況どんな感じだったかということですね、えー、と全体のディテールみたいな感じですで2つ目はレイレイの声ダンスの特徴を再確認していこうということです特にこの曲にというところにスポットを当てますで3つ目でレイレイバージョンこのレイレイバージョンジュースジュースのオリジナルメンバーと比較どんな感じなのかというところ もうこれはねしっかり探究していこうということなのでそんな3つ3本立てお届けしたいと思いますではまず1つ目えっ、ー、と触れ込みとしてまず概要欄かなジュースジュースに加入した井上麗が本格指導本格稼働を前にジュースジュースの楽曲をパフォーマンスする映像企画第2弾 インディーズデビュー曲「私が言う前に抱きしめなきゃね」を歌って踊ってます後半には「てん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 」是非最後までお楽しみください <laughs> まあそんな感じですよで動画スタートしました足音なし挨拶なしでレイレイズドンスタートで衣装はまあカジュアルなカーディガンに、えっと、軽いなんかダメージ加工のあるおしゃれなジーンズのホットパンツですね で夏らしいハイヒールのある白いヒールのある白いサンダルねまあ大人思い出すような衣装で,で大人も引っ張り出して見ちゃってまあちょっと厳密にはもうホットパンツのデザインが違うんですけどもうい,いんすねもう,もう動画もこれ、ね、最初の間がずるいんすよ でもうレイレイは僕ウィークエンドサバイバーと子供の頃からちょっとした間とか首の角度とかもう全部タイプなんでも好きなんでだからこれ、うん、僕に見させるとそこがなくなるっていうことがもうまじまじとまざまざと分かりましたね <laughs> これもまた脱線するんで戻りましょうでカメラカメラどんな感じだったかということですよで今回は正面引き正面アップ正面から2台ですね それとなな右斜め前かからら少しし下アップがが種類あった気がしますねこれはレイリーの立ち位置とカメラが動いてるだけかもしれないんで確定じゃないですけどなんか2角度あったような切り替えのせいでそう見えましたであと左はほぼ真横からのアップというのもありっていうようなあ感じでまあ全部で5角度前後ということにし,しましょう今回はそういうふうな、えー、と僕のみ読み解き 読みときというかまあ見て思ったままって感じですね。そんな感じです。で、じゃあこれが全体のディテールで2つ目いきましょう。レイレイのこの曲での声、ダンスの特徴、ここですね。で、このね、あーっていう <laughs> あの <laughs>、この曲の独特のところあるんですけど、この2発も、まあこれはもうこの動画では宝ですね。この声のエ,エコーというか、意図的に ダブらせていくっていう作業なんだけど、これも何度も聞いちゃったな。<laughs> まこれはもう趣味になってくるんで、歌歌んところ戻りましょう。歌はえっ、ー、とレイレイここまあ前回の人それと同じですね。オールフラットですね。でレイレイ自体は鼻に曇花ごめんごめん花にかかるけど曇らないね曇らないんだけど晴れないっていうこういう感じなんですよ。天気で言えば天気で言えばなんかカラッとした天気じゃなくて でも曇ってるといって停滞じゃないんですよねなんかそういう隙間に少ーし光も入ってくるみたいなそういうようなのが特徴をレイレイが持っていて、まあ、今回もビブルアートとか歌唱テクニック特に入れず、まあ、ジュースジュースのオリジナルバージョンもそういう感じじゃなかったっていうのももちろんあるんですけどなのでフラットで曇らないでも晴れないという感じで歌ったというのでいいと思いますただレイレイの場合だんだんこの曲明るくなっていくようなそういう僕は印象を受けましたね で最後のサビの部分っていうのはおそらく最初のオフィシャルが点て点んてんてんって言ってる部分で多重録音によるナ,ナチュラルエコー本人の声で重ねてってるねそういうことですよねそれがもう、まあ、僕は声が彼女の声が大好きなんで超いい <laughs> そういう感じですねねでもう最後の最後の最後のところで本当はもう2番も聴きたかったんだけど 最後のおさびのとこでなんか多重で来られるとなんかやっと抱きしめてもらえるような感じになるっていうぐらいの物語は解釈できちゃう感じでした、ね、勝手なもんですけどね最後のあ一個言うのは最後の方針となるはやっぱりこれインディーズバージョンなんだけど変えてたなと思ったのはスカポンバージョンの解釈じゃなくて高木佐伯バージョン解釈だったなって感じですね。 それはツカポンバージョンと YouTube とかで多分拾えると思うんで見聞きして比べてもらえればいいと思うんですけどツカポンバージョンの高い流れるような感じじゃなくて最起バージョンの落ち着いた中で星になる感を出そうとしてることこっちの方がレイレイとアジャストというかうまくうん表現できてる方がそっちなのかななんて思いましたね、まあ、声 声でねあのこの,他の、まあこの,後の比較でも言うんですけどレ、まあ、レイレイって圧がないんですよこの圧のなさっていうのが心地よさでこの曲でもそれが表現されていたかなっていうのはう感じしましたね。でダンスについてもいきましょうダンスについてはジュースは過去面とリズムの流れ方取り方というより流れ方が違うっていうふうな解釈なんですね。僕の見方ですけど でレイレイは独特の柔らかさがありふかといってふわっととしてるんんだけど重力もちゃんとあるんですよでそ,そこの重力にたどり着くまでの手先関節ですよね、えー、っと動き全部がなんかあの最終的に重力は感じてるんだけど一個ずつふわふわっと浮いていく感じがレイレイクオリティーで、まあ、僕そこが好きっていう、まあ、そういう感じですね。 それがこの曲でも随所に流れていた。まあ、全般にわたりそういう感じだったっていうので正解だと思います。さあ、では3つ目いきましょう。3つ目。この曲のオリジナルメンバーとの比較ということでございます。あクライマックスっすね。で、やはりヤフゾウとタコちゃんはこれうー、次回にします。ちょっと情報不足もあるんで、まあ、すいません、えーと。そこをご了承いただき。えー、とまずマナカン。マナカンはね、顎と関節を派手に入れてくる印象なんですよ。 まあこれは他のジュースの曲でもあるんですけどやっぱ体のサイズというところを最大限に大きく見せようとか自分の存在感を見せようと思ってんだとしたらサイズからあの感じになるのかなっていうことこれがもうこの曲でも言えたのかなと思ってます。でルールは制圧してる感じがこの曲に限らずやはりすごくあるあの彼女のスタイルなんですよね。 で、この二人の、このスタイルとレイレイは、先ほど申し上げたとおり、ちょっと違う。まあ、だいぶ違う。そこは、あの、わかりやすいかなと思います。ね、で、続いて、この曲に対しては、もう重要性高い5人、オリジナルメンバーですね。こことの比較していきましょう。まず、上村。 上村はポーズを置きに行く感覚でダンスというよりそのなんていうかなカタカタカタあページでいくパラパラ漫画みたいなそういうような置き方にしていくというのでそんなに外れじゃないと思いますね。これが上村ののダンスの特徴でカリンはもうアイドルとしては天才型なんでカリンの場合は後ほどでまた説明しますけどこのダンスに限らずう先生とか。 もしくはダンス指導した人がたどり着かないところのページはいちいち開けてる感じ。それがカリンするね。で、さゆきはやたら柔らかいんです。これは昔からそうですけど、最近はよりより拡張された柔らかさって変な表現ですけどそういうような印象ですね。で、トモコはバランス型で、昔はあの、ちょっとそこが、うん、なんつうか、トモコなりの部分っていうところでは、トモコも進化してるんで、ちょっと違ったんですけど、この辺はこの後すぐ説明しますね。で、まず、ゆかにゃ。 ユカニャはもう洗練されたリズムオークレゲーがあるんでレイレイがこれ今回唯一多分どう頑張っても再現できない <laughs> 僕の見る限りはそういうバージョンがユカニャなんだろうなと思いましたねもう僕あのずれてる感じまあずれてるというか僕わざとだと信じてますけどあれが最高に可愛いいからいいんですけどね、まあ、そういうふうに思いましたで じゃあ今挙げたオリジナルメンバーの中で重要点目立った部分というところでまず佐伯からいきましょう最近の先ほど「柔らかさ」って言ったんですけどこれはラストのサビあたりで佐伯が特徴的な大きい肩の動きとか意識してるところあるんですよでこの踊っている部分っていうのをレイレイは取り入れようとしてやっていたっていうところここが僕はあの佐伯バージョンのところでは一番面白かったところですねこれがまず 目立った部分として1つでとも子はどうだったかとも子は昔どんんい部分っってのあったと思うんですよでも今は完全にとぼこ節としてものにしていてなんかボトムがしっかりしてるなアダルト向けっつうことなんですけどそうなってる印象っすね。で、ね、独特の柔らかさとふわっとしていながらで重力感を出す感じっていうこのレイレイ節のところ。 これとの融合というのをレイレイは考えていたような気はしました。まあこれ難しいですよあの、うん。レイレイととも子はダンスの部分でもこ声のなんていうかな、なりの部分では少し近いところあるんだけど、ダンスの部分では、これ不思議なんだよね。あの、あ型としては合ってるんだけど、たどり着いてるとこが違うのさ。 これ面白いこれもう少し僕あのこれもうここにたどり着くまでにここだけまだ答えが出てない感じですねもう少し追求しますでえっ、ー、とこれはまあ余談なんですけどまあ、だからこれも追求ポイントなのかななんでこんなに今追求してるかというととも子ってこの曲リリースの時の年齢がレイレイと同じ18歳なんですよキャリア全然違うんですけど でそういった部分で注目して見ていたり比べてると俺とも子案件たくさん見出しちゃってで答え出てないんですよ最初の第一巻だどんンと答え出てたんだけど曇ってんの今まあこういうのが面白いってことなんだけどね、うん、でそう思いましたでとも子とレイレイの比較はあ全然面白いと思いますどうしてかというと僕は前の動画でもたくさん言ってるんですけどレイレイ系のやつねジュース系のやつでも言ってるんですけど もうジュースジュースにはトモこの後釜先回りで入ってるのがレイレイだと思ってるからそういうことですよどうしてもいろいろてめえでてめえの中に潜んでるデータを引き出すっていう感じなんですけどあれ理論というかね、うん、まあ、うっさいからすいませんそういうことですで行きましょういよいよカリンとの頂上対決ですかこれ <laughs> もう勝手に盛り上がって。 ね、これもでもういろいろ考えましたで抜き出してある種の結論ここは出ましたで当然ながらどの時点の「かりん」かによって曲の意識解釈が「仮りだけも違うんで、まあ、対決といっても少々の矛盾は出てくるんですよで一概にも言えないですでもなぜか「かりん」はこんな内容の曲って言ったらいいんですけどどの曲でもなんですけどほぼほぼ陽性に持ってくるんですよね陰と陽の陽、ね「陽性」ね妖精創物で言えば「そうね」ね でもそうではないんだよ。あの、なんか面白いこと言おうとしてないよ。そう状態とかで言うことはなくて、陰陽なんだよね。で、陽性なのがカリンで、レイレイは最初よう明るく出てても、最後に弱陰性で終わるんですよ。で、これが特徴的に2人は違うわけですね。声も違うし、陰陽でも違う。まあ、これはつまり、全時代で言えることといえば、カリンとレイレイは、 なんて声の届き方がもうはっきりと違うんですよ <laughs> もう本当に同じ歌詞でやっていようが同じ曲でやっていようが同じ振り付けでやっていようがうそういうことですねもうこれはうんみんなわかるんじゃないかなこの曲聴いて急にあの13歳14歳の時のかりんとか見てもそうだし最近のかりん見ても同じだと思いますよこれが超面白いうーん この曲のこの内容ここまで他のもそうだけど聴くに至って今考えてても「可愛いを随所に織り込んでるんですよねそれは意図的にもうこれ宮本かりんを知れば知るほど奥深いですよでレイレイが「可愛い入れてないかって言って入れてるんですけどこれかりんのテクニックの入れ方とは違うんですよねいやそのせいで僕これも何十時間コースですよこれ言い過ぎじゃなくてマジですからね <laughs> これたどり着くまでやんなっちゃうねでレイレイはね履かない履かない切ないそういう余韻が残るこれがレイレイでカリンはね可愛い,いでコーディネートをどっかしていくってことですよねこれなかったの去年のソロライブぐらいだけですよかわいいコーディネート外してねえいやー 参ったじゃあレイレイに話戻しましょう。で、じゃあ全体としてはレイレイは今回のこの、あのー、曲の一連ではジュースの曲にアジャストしながら個性も分かりで他のメンバーと食い合わないことも証明されたかなっていうそんな感じでした。で、まあこういう予測予想は言うまでもなくできたんですけど鮮明になることができるっていうのがソロの曲じゃないですかソロバージョンっていうのでそんな感じですかね。もうソロバージョン大好きなんで。<laughs> 俺100回は再生してないと思うんですけどもう560回間違いはないですねこれもう見ないであの曲聴いてみたり逆に曲流さないで絵だけ見てみてどう思うかまでも一通りやったんで <laughs> もう俺俺をこのバージョンでさっきの「ともころん」のところ以外ではもうこれ以上出ないまでは煮詰めましたねだから次回作も楽しみにしていきましょういやーチャンネルは こういった、ね、解釈、解説、そして突発的にね、えーと、7時、9時ぐらいにオリジナルで発表されたら、ね、あの速攻解説なんてもやってきますんで、チャンネル登録の方もお願いしながらお付き合いいただければ、まあ私もやる気やりがいになります。ね、そんな感じです。ではサタデー、えーに、サンデーという、そういう週末入ってきてますけど、皆さんもね、えーと、こんなの楽しみながらお付き合いいただければと思います。ではまた会いましょう。国尾チャンネルでした。